嵐も来ないし喧嘩もないし至って平和そのものだ。したがって退屈である。マウシー、何か面白いことない？そうだな、花びら集めて首飾り作るのはどうだろう。そんなのつまんない。そうだね。じゃあムカデとゲジゲジの足はどっちが多いか考えるのはどう？そうだよね、面白いわけないよね。まったく、どこ行っちまったんだろう。しょうがないやつだ。ちょっと皆さん、わしの息子を見かけなかったかね。トーマス、見なかったよ。どうかしたの？いや、何、私が息子に泥玉の転がし方を教えていたんだよ。だいぶ上手くなったなと思っていたら、ちょっと目を離した隙にあいつはどこか行っちまったんだ。まったくしょうがないやつだよ。こら、トーマス、泥玉の転がし方をあれほど教えてやったのに、蹴飛ばすとは何事だ。だってじゃない、地面の上をこうやって押すんだよ。ゆっくりと優しく、ゆっくりとね、こうやってゆっくりと優しく愛情を込めて転がすんだ。ゆっくりと優しく、わかったね。苦しかった。どうなってるの？ゆっくり、優しく、ゆっくり。さあ、わかったね。じゃあもう一度やってみなさい。こんなのつまんねえよ。あー、熱い熱い、辛いよ辛いよ、口の中がカジだカジだ。火事だ、口の中が火事だ、助けてくれ。あーち、あーち、あーち。はい、パパ、フィリップさんだって蹴ったじゃないか。あれは、まったく困るよ、子供に示しがつかんじゃないか。もう我慢できない。よし、はい、パパも蹴ってよ。それ。もうやっても、それ。あ、よ。うわ、待て。こんなことでいいの？こら、泥玉相当優しく。優しく転がすんだ。トーマス、こっち行って。
しの教えたようにやるんだ。あれ、こっちへよこすんだ。待て待て待て、ほら、待てくれ。あらららららら、おお、もう頭にきた。よし、こうなったら、やっと。おやをバカにして、これでやっと気分が晴れた。確かこの辺に落ちたはずだが、どこにもないわ。変だな。ほら、あそこにフィリップよ。フィリップが泥玉を持ってるわ。フィリップ、こっちに投げて。こっちへ、僕に投げて。フィリップ、早くこっちよ。行くぞ。ナイスボール、ありがとよフィリップ。今日はどうしていろいろなものが口の中に飛び込むのかな。それ。うれた。いや、これ面白いな。それ。クルトさん一人で遊んで。俺のついて。おい、入った。俺よく食いちゃった。全然つまんない。そうね。俺のついちゃった。つまんないの。これ面白い。取れた。あ、いいじゃん。あ、どっこい。はい、はい。すっきりした。はい、はい、入った。すっきりした。はい、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 入った。入った、入った、入った。皆さん、さっきの元気はどうしたんですかね。ほら、クルトさんなんか一人で楽しんでるじゃないか。みんなも一緒に遊んだらどうかな。泥玉遊びね。あ、玉遊びか。マウシーなんか外国を回ってきたんだから楽しい遊びをいろいろと知ってるんだろう。何か思いつくことはないのかな。そうよ、マウシー何か面白い遊びを思い出してよ。マウシーなんか当てになんない。当てにならないとはなんだよ。僕がブラジルに行った時、ブラジルでの玉遊び、そうだ、があった。サッカー、それどんな遊びなの。ほう、サッカーね。なんだろうそれ。サッカーはね、二組のチームに分かれて一つのボールを蹴りっこして相手のゴールにボールを入れるんだよ。手を使っちゃいけないけどね、とっても面白いよ。面白そうね。やろう。決定。ほら、うまく蹴ってろ。それよし。はい、まいちゃん。それ行くぞ。ほいじゃ。そうだ、テクラの力を借りなくちゃならないんだ。何を借りるの。サッカーにはゴールが必要なんだ。だからゴールに使うネットを張ってもらうんだよ。みんな、テクラのところに行こう。行きましょう。そうかい、サッカー遊びに私がいなければダメなのかい。みんなの言うことはよくわかりましたよ。もちろん私が素晴らしいネットを張るのはいいですよ。でも私もチームのメンバーにしてくれなきゃダメよ。いいですよ。まずチームを作らなければね。
ネットは私だけしか張れないんだから、一つのチームのキャプテンは私がなりますが、いいですね。テクラがキャプテンじゃつまんない。じゃあもう一つのチームのキャプテンはマーヤにしようよ。みんな自分の行きたい方を選んで手を挙げてくれないか。テクラチームに入りたい人は誰もいないの。それではマーヤチームがいいと思います。やめた。みんながその気ならネットを張ってあげないよ。そんな困るよ。それじゃサッカーができないじゃないか。それじゃあ選手は私に選ばせてもらいますよ。ウィリーちゃん、ちょっとこっちへいらっしゃい。僕？そうよ、いらっしゃい。いいから私の話を聞きなさいよ。ねえウィリーちゃん、わかったでしょ。私のチームに入れば損しないことよ。おいしい蜂蜜をたくさんご馳走するわ。いいでしょ。ティクラさん、それ本当？もちろん約束しますよ。マイア、僕ティクラチームに入る。まあウィリーったらすぐ気が変わるんだから。さあみんな、いいこと。頑張ってちょうだいね。マーヤチームに負けちゃ恥ですからね。勝った時には食べきれないほどのごちそうを用意しますから。僕には木の幹の甘い汁をいっぱい飲ませてくれるね。約束しますよ。じゃあみんな手を重ねて約束。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 約束だよ。これで勝ちは間違いなしだわ。それじゃあみんな一生懸命やってちょうだい。よし、僕が審判やるからね。みんな頑張っていこう。これよりマーヤチームとテクラチームの試合を行います。先攻はマーヤチーム。さあどっからでもおいで。行くわよ。その調子、早くボールをこっちへ。反則、反則だ。ムカデは手を使ったぞ。手を。反則だ、反則だ。そんなことはありませんよ。ムカデさんのはみんな足ですもの。違うよ、手だよ。何言ってんのよ。ゴールキーパーは手を使っていいんですよ。そうよね、マウシ。あんたはブラジルへ行って見てきたんだから知ってるでしょ。僕そこまでわからなかったけ。提案。最初にマウシーが手を使っちゃいけないと言ったんだから、その通りにやりましょう。それじゃムカデさんの手と足はどこで区別すんの。そんなのわけないわ。ボールを持っているのが手よ。あ、これが手で、これが足か。はい、決定しました。では試合を続行します。なんでわしの足を蹴ったんだ。見えないんだもん。見えないなら蹴るな。わしはボールじゃないぞ。
一人で骨張ってた。に骨張ってるとは何事だ。そんな風に言われたのは初めてだ。わしは悔しいよ。反則された上に侮辱された。もう我慢できん。フィリップさん、揉めるのはやめましょう。大人げないですよ。何が何でもプックが悪いんだ。わしが大人げないだと。そうかい、どうせそうですよ。これじゃあちっとも面白くないわ。もうやめましょう。いいえ、まだ勝負はついてませんから、やめるわけにはいきません。揉めてばかりいるんですもの、つまらない。そうだ、あ、牧場のみんなに来てもらって正々堂々とみんなの見てる前でゲームをやったらどうだろうか。正々堂々、それならいいわ。大賛成。みんなの前でやるの賛成。ねへへ、みんなの前でマーヤをやっつけることができるわ。喋ったよ。私は勝つまで続けますよ。私もやるわ。審判員として困ったな。どうすればいいんでしょう。こうすればいいよ。ホタルたちに試合場明るくしてもらえば。ウィリーにしてはいい考えね。ごちそうが食べたいもん。寝てください。
そういうこと。勝てば蜜のごちそうですからね。本当によかったわ。子供たちも大喜び。